ナツメヤシと星ぶどう入りアトーレコアカルコの祭りで出されるアトーレアトーレはメキシコ及び中央アメリカで作られるトウモロコシを原料とした穀物飲料。先コロンブス期から飲まれているメソアメリカの伝統的な飲み物であり、メキシコ人にとってはタマルと共に飲むものとして知られている。トルティーヤと同様にトウモロコシをアルカリ処理してから引いて作ったマザを材料とする。 まさに水を加えて潰し、弱火で煮る。味付けは、黒砂糖や潰したパイナップルや、イチゴなどの果物を加えて、甘くしたものと、唐辛子を加えるものがある。チョコレートを主体とするアトーレもあり、チャンプラドなどと呼ばれる。アトーレという子は、ナワトル語のアトリに由来する。マヤ語ではアトーレをさと呼ぶ。収穫したばかりのトウモロコシを、ニタマリゼーションをせずに作ったアトーレのことは、 ウルと呼ぶ。これらの語はいずれも古典期マヤの土器に見られる。古典期マヤの土器には、マヤ文字で、チョコレート入りアトーレの器と明記されているものがある。16世紀のディエゴデーランダは、ユカタンジブツキの中で、ユカタンのトウモロコシを使った飲み物であるアトーレや、ボソレについて記述し、チョコレートや唐辛子で味をつけることについても、記している。 現在でもマヤ人は主に朝食に毎日アトーレを飲む習慣がある。ありがとうございます。